ロスネフチ本社ロスネフチのガソリンスタンドロスネフチはロシア最大の国営石油会社である。ソビエート連邦時代のソ連石油工業所を母体に設立された。ロスネフチはロシア国内の各地、具体的にはサハリン、シベリア、ティマンペチョラ行政区、そしてチェチェンを含む南ロシアにおいて石油と天然ガスを生産している。ロスネフチが所有する。 石油生成施設は国会沿岸のクラスのダール地方、ドゥアプセと極東のコムソモリスクナームーレにある。このうちクラスのダールの生成所は西シベリアで生産されたコーヒーニの重油生成に特化した創業を行っている。また、コムソモリスクナームーレのプラントはロシア最東端の製油所として知られる。ロスネフフチは他のロシアの新興財閥と同様、 コングロマリット化し、本業の石油、天然ガスから派生して、船舶、パイプライン及び販売促進会社を参加に運営している。ロスネフフチは株式を公開しているものの国営企業であり、ウラジミールプーチン政権による資源外交の担い手となっている。2017年には、10月にイラク北部、クルート自治区での石油パイプライン事業参入を決め、11月の プーチン大統領のイラン訪問に合わせて、イラン国営石油会社と技術、人材協力で合意した。セイチン社長は長年、プーチン大統領の側近であり、エネルギー大臣のアレクサンドル・ノバクも役員となっている。また、ドイツのシュレーダー元首相を会長に迎えている。2014年開催のソチオリンピックのローカルスポンサーとなっている。2017年9月、 中華人民共和国のエネルギー企業である中国化新農源がロシア政府 BP に次ぐ株主となることで合意した。2018年3月、当時のエクソンモービルのレックス・ティラーソン CEO とロスネフフチのイーゴリ・セーチン社長が2012年に設立した合弁事業が解消された。2020年2月、アメリカ政府が対立するベネズエラのマドゥロ政権の 石油取引を仲介したとして、ロスネフチとベネズエラ国営石油会社の合弁企業を制裁対象に指定した。同年3月28日、ロスネフチはベネズエラにおけるすべての権益をロシア政府が100%所有する企業に売却し、ベネズエラ関連事業を終了することを発表した。ロスネフチはロシア国内外の石油、ガス関連企業を合併。 買収によって参加に収め、その企業規模を拡大しつつある。2004年には、同業のガスプロムとの合併に一旦は合意した。しかしこの時は、ロスネフチ社長のセルゲイ・ボグダンチコフが合併後の、待遇に不満を持つようになり、結局、2005年5月合併に関する合意は、白紙に戻っている。2004年12月22日、ロスネフチは、バイカルファイナンスグループを買収した。 また、ユコス社の子会社であったユガンスクネフチガスを買収することにも成功している。2006年12月28日、ロスネフ,フチとガスプロムは戦略的協力に関する合意に達し、包括的な提携関係を締結することに成功した。両者の合併は不守備に終わっていたが、この合意によって油電、ガス電の開発、輸送、販売、 新技術開発などを両者共同で事業化することになった。2012年10月には国際石油資本大手の一角 b p がアルファアクセスレノバラロシア系投資家グループと合弁運営していた現地法人 TNKBP 社を買収することを発表。2013年3月21日付で買収を完了した。 BP と投資家グループの経営方針対立による BP 側の戦略転換が背景にあったとされる。これにより、ロスネフチは、保有埋蔵量、日産業の規模で、エクソンモービルなど他の石油メジャーを大きく引き離して、世界最大の石油会社となった。また、この買収の過程で、BP が保有していた TNKBP 株の取得に現金に加えて、 自社株を提供したことなどから BP がロスネフチの株式の約20%を保有する大株主となっている。2017年にはインドの中堅財閥 SR グループから石油市会社を買収した。ありがとうございます。